蓮子太郎です、以前美子さんが、舞妓さんの格好になりました。とても可愛かったですね。ではその画像とともにこの橋幸夫さんの舞妓さんを歌ってみます。花のかんざしをもたげに来ておくれやすかと舞妓は言うた。お座敷帰りの祇園町悲しい物語、今日はおぼろよ涙つき、家紋の流れも泣いて